ノウスの外観のウスの東の沿道のウスは、新石器時代の沿道墳で、アイルランド島ボイン川の渓谷にある、ブルーナ・ボーニャの古代遺跡の一つである。ノウスは、ブルーナ・ボーニャ最大の沿道墳である。一つの大きな塚とその周囲の17個の、小さな墳墓から構成される。大きな塚は、約1ヘクタールほどの面積で、二つの沿道が、東西の線に沿って存在する。 127個の縁石で囲まれている。二つの縁道は内部で繋がっておらず、それぞれの先に石室がある。東の縁道の先にあるのは十字型の石室で、ニューグレンジで見つかったものと似ていなくもない。三型に王書があり、石鉢が置かれていて、仮装された遺骨がそこにあった。右側の王書が一番大きく、石に彫り込まれた装飾も最も豪華で、これは、 アイルランドのこの種の沿道墳に典型的な特徴である。その理由は不明である。西の沿道の先には単なる区形の石室がある。この石室は沿道とは敷石で区切られている。この石室にも元々は石鉢があったと思われるが、後に撤去され、沿道を3分の2ほど戻った位置に置かれていた。ノウスの巨石美術のウスから見つかった巨石美術の数は、 西ヨーロッパ全体で見つかっている総数の3分の1以上にもなる。ノウスの発掘で200個以上の装飾を施した石が見つかった。その多くは、塩石で、特に沿道付近の塩石に多く見られる。ノウスで見つかった模様は、典型的なものが多く、渦巻き、ひし形、蛇状がほとんどである。しかしそれだけでなく、ノウスの巨石美術には、 三日月型など、多種多様なイメージも含まれている。興味深いことに、そのような彫刻は、石の裏側に施されていることが多い。このような巨石美術を、ヒドンアートと呼ぶ。このことは、母音渓谷に、この記念碑を建設した、新石器時代のコミュニティにとって、巨石美術が、どういう意味を持っていたか、様々な考え方を示唆させる。彼らが彫刻を、 意図的に隠したとも考えられる。また、単に石を再利用して、別の面に新たに彫刻を施したとも考えられる。環状牧中列の薄アイルランド内の位置の薄近辺には新石器時代後期から青銅器時代にかけての活動の痕跡がある。その多くは、東の沿道入り口付近にあるグルーブド、ウェアー時代の環状牧中列から見つかっている。 考古学的証拠から、の薄の大きな塚が墓として使われなくなった後、そこが何らかの儀式に使われたか、神聖な場所として扱われたことが示唆される。儀式の証拠としては、環状牧中列の中及び周辺から、多数の奉納された蜘物と思われるものが見つかっている。12世紀のノルマン人はこの塚の上に鳥を築いた。 ノウスの丘が放棄されると、どちらの沿道の入り口も崩れ、遺跡であることがわからなくなった。この場所は、約2000年間何に使われることもなくそのままの状態だった。その後、ここは墓場として使われたようで、発掘に際して35個の石棺墓が見つかっている。これらは、ケルト人の墓と見られている。見つかった遺骨の多くは女性だった。 特に興味深い墓は、若い男性二人を埋葬したもので、首をはねられて、賭博道具と共に葬られていた。鉄器時代後期から、キリスト教が入ってきた頃まで、ここは、ヒルフォートとなり、周囲に溝を掘られ、地下道が追加された。この段階で、初めてのウスは、居住地となった。溝は宴石を囲む位置に一本、塚の上に一本掘られている。 この頃沿道の入り口が発見されたと見られ、東の石室内に初期キリスト教にまつわる落書きが証拠として残されている。拝む文字で四つの名前が刻まれている。また、西の石室から石鉢を移動させたのもこの頃と考えられている。おそらく石鉢を持ち出そうとして、途中で引っかかって動かなくなってしまったと考えられる。この頃のの嘘は、 キングダム・オブ・ノーザン、ブレガの首都で政治的に重要な場所となっていた。ノルマン人のアイルランド島への侵入による軍事衝突の後、ノースはメリフォント修道院のものとなった。一帯は単なる農地、または牧場になった。塚の上に石壁が築かれ、その中に石造りの建物が建てられた。修道院が解散した後、1939年に、 政府がこの一帯を買い取るまで、ここは主に農地として使われていた。ノウスの沿道は、東西方向に伸びているため、春と秋の分点を指した、天文学的配置ではないかという示唆もされている。しかし現在のノウスの沿道の配置は何も示していない。これにはいくつかの要因がある。まず第一に、沿道は、後世の入植者が発見し、 破壊したり地下道に組み入れた形跡がある。従って、沿道の入り口は、元々の位置から移された可能性もあり、元から、このような配置だったと証明することは難しい。沿道が分点を指していた可能性はある。また、ミランコビッチサイクルの影響によるズレも無視できない。最初の簡単な発掘調査は1941年、マカリスター教授が言った。 本格的調査が始まったのは1962年で、ユニバーシティカレッジダブリンのジョージ・ヨガン教授によるものである。その発掘が始まった頃、この遺跡についてはほとんど何も分かっていなかった。西の沿道の入り口は1967年、東の沿道の入り口は1968年に見つかり、徐々にの薄の全貌が明らかとなっていった。この発掘から、 多数の書籍や報告が生み出され、多数の遺物が出土した。調査終了後、ジョージ・エオガン教授は、東の沿道の入り口に、コンクリートの壁を建てたため、天文学的配置についての調査はできなくなった。ノウスでの天文学的配置についての最も幅広い、研究を行ったのは、マーチン・ブレナンである。ノウスへ行くには、ガイド付きツアーに参加するしかない。 直接立ち入ることはできない。ツアーはミース県ドノレのブルーナボーニャ案内センターから出発する。ノースの石室に入ることはできない。観光客は東の沿道を見ることができ、その先の石室を再現した部屋を見ることができる。ありがとうございます。